DSM-5 では統合失調症スペクトラム障害および他の精神病性障害群についてはこのような定義がなされており、統合失調症の診断基準にも5つの領域についての有無がまず適用されています。 A 5つの領域のうち2つまたはそれ以上がおのおの1ヶ月間ほどいつも存在する。そしてそのうち少なくとも1つは妄想か幻覚かまとまりのない発語である。 B 障害の始まり以降の期間の大部分で仕事、対人関係、自己管理などの面で1つ以上の機能のレベルが病前に獲得していた水準より著しく低下している。 C 障害の持続的な兆候が少なくとも6ヶ月間存在する。D 統合失調感情障害と抑うつ障害または双極性障害精神病性の特徴を伴うが除外されている。 E その障害は乱用薬物医薬品などの物質または医学的疾患の生理学的作用によるものではないなどです。統合失調症の特徴的症状にはさまざまな認知、情動、行動の機能障害が見られますが、その症状が一つだけでは統合失調症に特徴的とは言えません。そしてこうした症状の出方には人によってかなりばらつきが見られます。また一般的な臨床では特異的な症状は主観的な体験を中心とするものが多いため、不定愁訴や自律神経症状の中に紛れてしまうことも少なくありません。